21世紀甲子園最強ランキングトップ10第10位は履正社高校270ポイント履正社高校も 21世紀になってから夏の甲子園優勝してますし選抜では準優勝2回あります大阪桐蔭と並ぶ大阪の陵侑履正社高校が第10位です第9位常総学院高校275ポイント茨城の言上常総学院275ポイント 21世紀になってから優勝もしてますね。木地監督で2003年ぐらいから優勝してますね。安定して強い上総学院、第9位。第8位。八戸学院厚生高校、295ポイント。八戸学院厚生高校も青森で強いですね。少し前まで青森山田と2強でしたけど、 八戸学院光星が抜け出してますね。一強に近い状態になっております。優勝はないんですが、準優勝3回。3期連続準優勝があります。第8位は八戸学院光星高校。第7位、横浜高校。295ポイント。<laughs> 横浜高校といえば松坂の春夏連覇ですが、あれは21世紀ではなく20世紀なんで、それには含まれておりません。しかし21世紀になってからも選抜優勝もありますし、選抜準優勝もありますね。20世紀も21世紀も全横浜高校が第7位です。第6位。 広陵高,高校、広島広陵高校、320ポイント。広陵 <coughs> 高,高校、春に強い広陵高校。夏は中村昌成選手で準優勝はありますして、優勝はありません。広陵高校も強いです。320ポイントで第6位。第5位、明徳義塾高校。 高知明徳義塾これも強いですね明徳も安定して甲子園出場回数もう毎年のように出てきますね明徳義塾これで1回戦は必ず勝つという明徳義塾2002年で夏の甲子園優勝もあります第5位は高知明徳高校でした第4位 <laughs> 日大三高 東京日大,です日大三高は21世紀になってから23回優勝してないかあの2000年か2000年あ二千に吉永投手とかあとねで優勝した時がありましたね安積選手とか阪神の高山選手 あと横尾選手とかいて強かったですね、日大三高、東京の優位ですね。第3位、智弁和歌山高校395ポイント、智弁和歌山、ね、は1990年代の10年間の総合優勝でもありますし 2000年代2000年からあ2000 2001年から2010年までの総合優勝でもあります2つの世代にわたって優総合優勝している智弁和歌山21世紀になってからも強い第3位395ポイント第2位東海大相模高校405ポイント東海大相模,相模も強いですね 夏の甲子園でも優勝してるし、選抜でも優勝してますね。2回ぐらい。安定して強い東海大相模高校。智弁和歌山の上行きました。405ポイント。第2位。栄えある21世紀最強甲子園。王者は、これはもう、ま、この学校しかないでしょう。大阪桐蔭高校、905ポイント。2位。 東海大作業が405ポイントなんで500ポイント差倍以上の差をつけてダントツ1位大阪桐蔭高校905ポイント恐ろしいですわ21世紀になってから夏の甲子園優勝4回春の甲子園優勝4回計8回優勝してますからね <laughs> これはすごいですそのうち春夏連覇が2回もう最強ですね 大阪桐蔭、この選抜も優勝してもう21世紀は大阪桐蔭の時代がどこまで続くのかストップ・ザ・大阪桐蔭はどの学校が果たすのか楽しみですね以上、もう一回ランキング10位から振り返りたいと思います10位、履正社高校9位、常総学院高校8位、八戸学院厚生高校7位、横浜高校6位、広陵高校 五位、明徳義塾高校四位、日大三高三位、智弁和歌山高校二位、東海大相模高校一位、断続性大阪桐蔭高校以上二21世紀最強高校ランキングトップ10でした。